といった場面がどんどん増えておる。じゃがこういう欠けている状況もここまでじゃビルビーはもうそれを元に戻しておるだろう。迷いの中で歯を観察し、浮き沈みの中で羽を拾う。こんな短時間で工房をもう一つ作ってみせるとは。しかしこの規模は必要ないように思うが。おや、驚いてるみたいだね。落成までまだまだ遠いけど。確かに汝があれらの基地を作った時、その進捗はこの工房よりもずっと驚くほどじゃった。そしてもっと厳密じゃった。十分な権限がなければおそらくその中から何かを持ち去ることは不可能じゃろう。だから何事にも二面性があるんだよ。しかし君は恐ろしいね、さくら。なんというのかな、暗殺者の癖かな。仲間の労働の成果を見た時に真っ先に考えることがどう対応するかだなんてね。これは何時いいな、彼女から得た教訓じゃ。ふーん、専門家、彼女のことだね。昔のように彼女に整備してほしい武装でもあるの？それならタイミングが悪かったね。彼女は眠りについたばかりだから。わらわが何のために来たか汝は知っているはずじゃ。おや、わかった、わかったよ。君の興味をかきたてるようなものはなかったのかな。いいよ、持ち主に返す時が来た。私は武器に関する思考を一度も担当していないんだけど、だからかな、それが修復された姿を見て私も多少なりとも驚きを感じたんだよ。第三の神の鍵、専門家の初期の作品だからデザインは保守的なんだけどね。そのランダムなご機嫌システムは確かに奇想天外と言えるけど、残念ながらもう楽園の中では形を変えなくなった。だからこそ修復する価値があるのじゃ。おや、そうなの？君が戦闘中に7つの形態を自由に切り替える姿の方が驚きという言葉に合ってると思うけどね。でも余計なお世話だけど、さくら、それを使って何をしようとしてるの？それはもともとわらわの武器じゃ。余計な目的など不要じゃろ。
うん。でもこの刀、君は特殊な任務をこなす時にのみ使用するって聞いたんだけど、例えば裏切り者の始末とか、もしくは。それも必要な任務じゃ。必要か。いいんだ、私も聞いてみただけだから。君から借りたそれを実験に使って事故を引き起こしたのも一応私の問題だし、でもちゃんと返すよ。君も知ってると思うけど、私にとって多くの場合、驚きは責任よりもずっと重要だから。さあ受け取って。いや、ビルビー、まだ本当の意味で完成しておらぬ。おや、一時的な代用品だったんだね。おお、なるほど。君は、そうだね。こうすることで、やっと本当の意味で修復完了と言える。専門家の設計、そして、あの人の戒律も、そうだね。君があの戒律も共に戻したいと考えるとは、本当に想像もしなかったよ。例の件を知っているじゃろ。君がそれを使った時の記憶を中に封じて、鞘から抜かれる際にその一部を放ち、刀を振るう君に倍のプレッシャーを感じさせる。仲間を守るためにアポニアも結構苦心したんだね。では君が、そして私自身も、これから願いが叶うことを祈ろう。知っておるか、ビルビー。わらわは最近、ずっと疑問に思っていることがある。おや？わらわの夢の中で泣いている少女は、一体何者じゃ？その憎しみは、どこから来ているのじゃろうか。今なら、ようやく知ることができる。拡散し始めたわね。影に隠れて動き出そうとしてる陰謀の気配が。どうやら今回私は1位にはなれないみたいね。大当たりね。ラットさんのおかげだわ。今度の実験ではきちんと可愛がってあげなくちゃ。エリシアの記憶空間、利用しないともったいないでしょ。私と同じような人も行動を始めたようね。あら、今の気配、あなただったの。こそこそして何を探してるのかしら、戦後。あなたってば、挨拶の仕方が独特よね、戦後。こそこそ俺の後をついてきて、お前は死にたいのか。あら、昔話よ。あなたの故郷の話をしたいだけかもしれないでしょ。いいだろう。死に急ぐお前に付き合ってやる。気をつけなさい。やっやっ。おっ。はっ。
続けろメビウス、お前を灰にして鱗一つ残さないようにしてやる。はあ、だから嫌いなのよ。暴力しか使わないなんて小動物と何の違いがあるというの？前回お前を殺した時の感触、俺はまだ覚えてるぞ。もう一度体験したいのか？前回？あんなの実験の一部に過ぎないわ。まさか私があなたのお遊びに付き合えるほど暇だって、そう思ってないでしょうね。それとも私たちでさえ初めて見たこのとこしえの楽園で何か思いついたの、戦後？それはお前だメビウス。一日中コソコソして、いいえ、お前は何がしたいんだ？あら、ちゃんと観察できてたのね。どうやらあなたはバカよりは少し賢いようね。俺の目と耳が腐ってると思ってるのか？お前が数万年かけて用意した計画が、あの律者のせいで台無しになったことを知らない奴がいるとでも？お前が哀れにも地べたを張って屈辱で泣きながら見苦しい失敗を迎えたことを知らない奴がいると思ってるのか？この目で見ることができなかったな、実に残念だ。だが俺にはわかる。お前は教訓など得ない、ただの一度も闇に隠れて時期を待つ、それが蛇の大箱だ。そうだろ？驚いたわ。あなたの頭はただのお飾りだってずっとそう思ってた。あなたも首の上にある器官を使って考えることができるのね。じゃあどうしてあの石と共に落ちた時は何もかも忘れてしまったの？ねえ、怒った？あら、焦ってる焦ってる。何？文明人のふりをやめたの？私の口を封じたくなった？自信満々だな、メビウス。焦り、そしてそういうふりとやらをやめたやつとは一体どいつだ？そんな幼稚な挑発をしてお前は俺に誰を殺させたいんだ？俺の目と耳はちゃんと機能してる。ましてや俺はバカではない。この楽園はお前の復讐の舞台にされたに過ぎない。今お前はようやく仲良しのふりをやめ、思い切り汚い手段を使えるようになった。だが戦後はお前に利用されることはない。とはいえ、お前が失敗した後の集大を見るのはいい暇つぶしになりそうだ。仲良し？あなたって本当に変な誤解をしてるわね、戦後。私たちは最初から仲間じゃない。仲良しのふりをする必要があるのは誰だと思う？十三英傑？そんなもの本当に存在してるの？私たちは最初からこんなにバラバラなのにね。メイも知ってるでしょ？第8律者から第11律者まで
私たちは得たり失ったりしながら前に進み続けた。どれも大事な思い出だけど、一つずつ細かく語るには少し煩雑だわ。だから直接クライマックスに入っていいと思うの。あの扉をくぐったらわかるはずよ。私たちが初めて出会った場所よ。だってこれからの物語はここと関係があるんだもの。ここは私たちの始まり。あ、今のは私とメイじゃなくて、そうよ。そしてここで私は意気揚々と世界にこの名前を発表したの。もう少し装飾品を多くした方がいいかしら。普通の集まりに見えちゃいそうね。今日は真剣な話をする日なのに。そうだ、こうしましょう。ああ、いい感じね。家のような雰囲気だわ。みんなが気に入ってくれるといいんだけど。次は他の場所も見てみようかしら。わあ、空中に浮いてるなんて綺麗ね。やっぱりビルビーに内装お願いして正解だったわ。もうここを使ってた人って本当に風情がないわね。ちゃんと飾り付けをしてよかった。今の方がずっと可愛らしいわ。印刷した書類はここに置いて。エリシア、注文したものができたよ。ああ、ありがとうビルビー。あら、今はコックのビルビーと呼んだ方がいいかしら。好きに呼んで構わない。13人分のお菓子とお茶はテーブルに置いておくよ。ああ、ビルビーったら本当に最高のコックさんね。きっとみんなもあなたのお菓子で楽しくなると思うわ。そうだといいけど。うん、来てくれた人の数予想より少ないわね。さくらは欠席するって連絡してくれたけど、他の人たちはどこにいるの？戦後は行方不明で見つからない。でも彼はいつもそうだから心配はいらないと思うよ。メビウスは実験室にこもっている。呼びに行った時に門前払いされたから少し悲しいけどね。コズマは少し前にビルビーに調整を頼んでた。最近は不安定でみんなに迷惑をかけたくないと言ってたから、おそらくスーに治療してもらってる。グレイシュは出かけたくないようでした。万が一のためにフェリスは彼女のそばにいると。あら、みんな忙しいのね。つまりしばらくここに来る人もいないってことよね。じゃあ始めましょう。議題についてみんなも知ってると思うけど、今まで私たちはヒオウガの大事な宝物だった。
みんなの努力と優秀さのおかげで私たちを認める人はどんどん増えてる。だからそろそろみんなのために新しいポジションを手に入れる時が来たと思うの。火を追う十三英傑、この名前をみんなは気に入ってくれるかしら。私が30分もかけてやっと思いついた名前よ。さて、順位を設けた理由はきっとみんなも分かってると思うわ。じゃあ私が第一位だってことに対して何か言いたいことはない？ないの？あら、恥ずかしいわ。じゃあ続けるわね。以上が順位と刻印の全ての内容よ。規則に縛られるのが好きじゃないってことはわかるけど、基本は守ってほしいわ。みんな仲良くっていう基本を。そうだ、英傑の象徴としてみんなにプレゼントを用意したのよ。じゃーん。可愛らしい人形だね。私をモデルにしたからね。私と同じように聡明で優れた美貌を持ってるわ。全部で13体もいるのよ。これでどの英傑のそばにも完璧なエリシアがいる。そうでしょ？ねえ、アポニア。確かに喜ばしいことだと思う。喜んで受け取っておくよ。ありがとう。どういたしまして。エデンは昨晩あげたわよね。じゃあ他のみんなは？あら、みんな恥ずかしがり屋さんなのね。まあいいわ、気が変わったらいつでも来ていいのよ。さて、次は火を追う英傑のエリシア。あら、ケビン、何か発表でもあるの？みんなちゃんと聞いてね。もう十分だろ。僕たち本当は知っているんだ。君が提出した書類が許可されていなかったこと。上層部はそういった団体の存在を許さない。それが何だっていうの？いや、それは火を追う側、十三英傑の存在を認めていない。はあ、やっぱりこんなにストレートに事実を見せると少し悲しくなるわね。それにあの時の会話をもう一度聞くと、さすがの私でも挫折感を覚えるわ。その価値に問題があったのかもしれないわ。だって英傑はある意味一種の特権でしょ。そういったものが組織の中にあると様々な問題が浮上してくるのよ。火を追う側はそういう特権を望んでいなかった。そういえばメイもなんとなく想像できるでしょ。アポニアは常に彼女の考える善を実行しようとしてた。ただ彼女が何をしても結果は悪に導かれてしまうの。多分それが運命のいたずらなのかもしれないわね。ええ、千号の性格を知ってるでしょ。否決され、確かにメビウスの道徳観は普通の人と少し違うわよね。というより道徳観がないって言った方が合ってるかしら。恨まれることは避けられないわ。ほら、上層部の捏造とも言えないでしょ。彼らには彼らの考えがある。そしてそれは合理的で正しかった。当時メイはすでに実質的なリーダーになってたけど、独断で決めるわけにもいかないから仕方なく書類を却下したの。ただ却下に使われた言葉はあまりにも私をがっかりさせるものだった。半数以上のメンバーを英雄として認めないなんて、嫌な思いをして当たり前でしょ。
別にヒヨオガとやり合うつもりはなかったのよ。最初から特権なんかよりみんなのためにポジションを手に入れたかったの。その点においては大丈夫だったけどね。ほら、許可がなくても私たちを認め感謝し、英傑たちの物語を歌い紡ごうとする後世の人はたくさんいるでしょ。けど私はメイの考えを聞きたいわ。今の反応からして少なくともメイは戦後たちに対しても英傑という名誉を否定しようとは思っていない。そうでしょ？どうしてそう思うの？メイの目に映る私たちはどういう存在なの？平気よ。ずっとここに立ってるのも退屈だし、もう少し歩いて最初にあった出来事をもう一度体験しましょう。メイはずっとここにいていろんな場所を知ったでしょ。もう一度全ての始まりに戻ったら別の感情が湧いてくるはずよ。そう思わない？その後メイは求めてた答えを手にしてここを出る。そう考えると少し寂しいわね。どれほど時間が経ったとしてもやっぱりお別れになれることはできないみたい。だから今回は近道をしないで、メイが今まで歩いてきた足跡に沿ってもう一度歩いてみましょう。そう、メイへの花向けだと思って。覚えてる？私たちが初めて会ったのはここだったわ。あの時のメイは初めて楽園に来てどうすればいいかわからず驚いてるウサギみたいだった。そんな時、花のように美しい少女が彼女の目の前に現れて手を差し伸べたの。だってメイの角は2本もあるもの、ウサギさんみたいでしょ。そんな少女に導かれメイは旅を始めた。じゃあここで出会った人たちもメイは見慣れてるのよね。ケビン、フア、サクラ、みんなメイの知り合いでしょ。ずるいわね。私もメイとの共通の話題が欲しかったわ。サクラは冷たそうに見えるけど本当はすごくいい人なの。そしてここでメイは一人の情熱的な英傑と知り合いになったのよね。少なくとも熱があるのは本当でしょ。戦後はすぐに照れるし、しょっちゅう他人と言い争っているのよね。たまに困っちゃうわ。でも彼の消えることのない怒りの炎はメイも理解できるようになったのね。知らないうちにメイも彼と熱い友情を築くことができたのね。私もよ。黄昏は美しいし木の葉も綺麗。時間の流れでさえ緩やかで落ち着いたもののように感じる。あの哲学的で様々なことを知り尽くした各社にふさわしいわ。そう思わない？私も彼がどうやってその特技を身につけたのか気になってる。メインが出会った英傑の中でスーは一番あなたを助けようとしてくれた相手だったでしょ。医者の心はどこにいても変わらないのよね。ねえ、今私のことをチラッと見た？見て、木の下にピアノがあるの。私の大親友エデン。この古の楽園はもともと彼女の資産だったのよ。だって芸術に関する生まれつきの才能もそのおかげで手にした名声や富もエデンの一部なんだもの。ええ、美しく悲壮感が漂う結末だった。
伝らしいわ。メビウスの好みだって一目見ればわかるけど、私のセンスとはあまり合わないわ。そんなことはないはずよ。私はずっとメビウスのことが大好きだもの。特に彼女をからかう時とか。かわいそうなメビウス。勇敢なメイに陰謀を止められただけじゃなくて、現実の自分にも裏切られたなんて、聞いただけで泣けてくるわ。だって誰かに彼女を慰めて欲しかったの。わあ、店ね。ここに来るたびにメイはほっとしてるのよね。その点においてフェリスは確かに凄腕と言えるわね。正確に言うと、物をなくしたことに気づいてないのよ。フェリスのお宝の多くは他人に捨てられた不要品。それらのものが彼女に拾われて大切に店に置かれる方がむしろいいことなのかもしれないわ。普通の日常を大切にすること。フェリスがいるからこそ私たちはそういう気持ちを失わずに済むのよ。この絵の中でメイはあの無口だけどいろんなことを考える少年と出会ったのよね。コズマは口下手だけど私たちの中で一番優しい人かもしれないわ。彼に協力を求めた時一度も断られなかったもの。彼はもともと優しい子だからメイとは仲良くなれるかもしれないわよ。二人とも角を持ってるし食感も似てるしね。それからこの絵の持ち主、無邪気で純真無垢、まるで白紙のような小さな画家。必要な知識しか教えてないわよ。灰色のグレーシュ、彼女の存在自体が多くの人々に希望を灯した。そして彼女の絵の端にあるのは最後のエリアよ。指針の書へとつながってる。ほら、旅の終点に着いたわ。ここに入るためにいろいろと頑張っていたメイに協力したのは目立ちたがり屋で観客が大好きな魔術師メイに。はっきりと覚えられるなんてちょっと彼女が羨ましいわ。思考分割の能力、私も自分自身を二人にできたら完璧さも二倍になるんじゃないかしら。あ、今想像したでしょう。そうよね。このエリア、確かに彼女らしいわね。明るくて神聖で、癒しの光を放ってて、メイが出会った最後の英傑。その正体も最も特殊だった。運命を予見しながらも、運命に禁錮されているアポニア。だからこの古の楽園最大の秘密を隠せるのは彼女だけなのよ。ええ、本当に遠くまで来たわね。思い出すべきことはまだたくさんあるのに。もう終点に着いちゃったみたいね。ねえメイ、見て、あの扉はそこにある。
は出たかしら。そういえば、来訪者の中でも、メイはかなり特殊な存在なのよね。英傑全員と友達になる律者がいるなんて、誰も想像できないでしょうね。それで、メイの答えは？多分それが、終わる世界が人々に与えた、最も貴重な贈り物なのかもしれないわね。ええ、メイの言う通りね。古の楽園が記録しているのは、そんな簡単な物語よ。英傑たちも所詮、複雑な心を持ち、欠点がある普通の人。当時生きてた普通の人たちと同じように、市場があるし、包み込むような愛情を持ってるわけでもない。しかも、感動や思いつきで、衝動的にすごく偉いこともするの。彼らは最初から完璧なヒーローだったわけじゃない。ただ、あの時代で、そこに現れたのが彼らというだけだった。ただ、それだけよ。だからこそ、他の人に変わったとしても、きっと変わらない選択をすると思うわ。しかも彼らより、もっとよくできるかもしれないわね。それが美しいとこしえ。私が信じる神話なの。あなたは全ての物語を見ることはできない。その片隅を全部理解することすら難しいの。13人の命の全てはそれほど複雑で美しいものだから。それ次第で終点に着いた時にあなたが得るものが決まるのよ。目的って言われるとちょっと大げさかしら。前にも言ったけど、古の楽園にはちゃんと現実的な意味があるのよ。メビウスの成婚計画の一環としてね。けどメイの言ったことは確かに私の小さな願いでもあったわ。最初から変わらない、私の譲れないことなの。きっと今のメイなら落ち着いて私の結末に向き合えるわね。そうね、多分私は本当に大きな嘘をついたのかもしれない。私の人生の中で唯一の嘘だって。私も怖かったのよ。もし私が第13律者だって知ったら、メイはもう笑って挨拶をしてくれなくなるかもしれないでしょ。私を疑うかしら、私から離れていくかしら。私がっかりさせちゃった。満足よ。メイは答えを手にしたらすぐにここを出るんでしょ。だからメイとの思い出を残したかったのよ。でもちょっと変ね。準備はとっくにできてるのに、どうしてメイムに包まれたままなの？ええ、メイの知りたかった
あのパーティーに関する全てはあそこにあるのよ。あの時具体的に何があったのか、私も気になるわ。忘れたの？私はただの記憶体。何がしたいのかはわかるけど、実際に何があったかは知らないのよ。私ちゃんとできたのかしら。みんながどう思ったのかも気になるし、でも彼らの反応から察するに結果はいいものだったんでしょうね。でなければ古の楽園にはエリシアがいないはずよ。